昭和61年を迎え、新春の霊気が頬を刺す年頭、陸海空各自衛隊の訓練が力強く全国各地で一斉に始まった。私は国政の重責を担って以来、1月27日、中曽根首相は第104通常国会で施政方針演説を行い、日本の安全保障について、日米安保体制の堅持、自衛のために必要な限度における防衛力の整備の必要性などについて述べた。深く感謝するものであります。東京サミットの開催に見られるような我が国の国際化の進展は、同時に我が国の国際社会で果たす責任を要請されることであり、外交や経済協力の面ではもちろん、防衛力の向上にも努めなければならない。10月、米ソ首脳会談がアイスランドのレイキャビクで緊急に開かれ、軍縮、核管理などの問題が話し合われたが、意見の一致には至らず、国際情勢の厳しさを改めて印象づけた。このような厳しい国際情勢の中、日米安全保障事務レベル協議が1月15日からハワイで行われた。続いて4月5日、加藤長官とワインバーガー国防長官による日米防衛首脳会談が東京において開かれ、日米防衛協力が円滑に進んでいることを相互に確認した。この会談に先立ち、ワインバーガー国防長官は初めて北海道を訪れ、陸上自衛隊の訓練を視察した。その後、同長官は三沢基地の航空自衛隊を訪れた。さらに9月4日、栗原長官はワシントンにおける日米防衛首脳会談に出席し、必要な防衛力の整備について最大限の努力を払いたい旨述べた。5月29日、第22回自衛隊高級幹部会堂が中曽根首相を迎えて開かれた。昭和61年における防衛庁関係の主な出来事としては、中期防衛力整備計画の初年度としての防衛力の整備、防衛改革委員会の設置、さらに国防会議に代わる安全保障会議が内閣に設置されたことなどが挙げられる。8月8日、昭和61年度防衛白書が公表された。防衛に対する世論の高まりを反映し、主要な新聞、テレビなども大きく報道した。4月29日、両国国技館において天皇陛下の御在位60年を祝う記念式典が陛下ご臨席のもとに挙行された。式典には防衛庁関係者も参列したほか、陸上自衛隊中央音楽隊がファンファーレを演奏した。7月6日、衆参同日選挙が行われ、その結果、衆議院においては自由民主党が過半数を大きく上回る304議席を獲得した。衆参同日選挙後の7月23日、新内閣の成立によりおよそ1年半その任に当たった加藤長官は離任した。新たに第43代の防衛庁長官として栗原裕子を衆議院議員が着任した。翌7月24日北口政務次官が離任、第41代政務次官に森清衆議院議員が着任した。このほか61年における人事の動きの主なものとしては、
2月6日付で渡辺統合幕僚会議議長が離任し、森航空幕僚長が第16代議長として着任した。同日付をもって第18代航空幕僚長に大村空将が着任した。また3月17日付で中村陸上幕僚長が離任し、第20代陸上幕僚長に石井陸将が着任した。昭和61年も各種訓練演習が行われた。10月下旬、陸海空各自衛隊とアメリカ軍の陸海空部隊が参加する初めての日米共同統合実動演習が行われた。この演習は北海道大演習場と本州の東方海域およびその上空で行われ、日米共同対処に必要な連携事項を実動により訓練した。この演習に先立ち、統合レベルでは初めての日米共同指揮所演習が2月に、そして統合指揮所演習が4月にそれぞれ行われた。陸上自衛隊の主な訓練演習としては、陸幕指名科目指定演習が11月第12師団により東富士及び北富士演習場で行われた。科目は昨年に続いて攻撃戦闘で、特に対着上陸戦闘訓練については初めての実施であった。北方機動特別演習は7月から8月にかけて第8師団を機関に海上航空自衛隊と共同して九州から北海道の八重洲別演習場にかけて行われた。9月には第10師団の渡河訓練が木曽川において行われた。この訓練は普通科部隊と施設科部隊が協力して渡河能力の向上を図るためのものである。初頭の滋賀県相葉の演習場で11月24日から2週間空地一帯の日米共同実動訓練琵琶湖演習86が行われた。61年における陸上自衛隊の日米共同訓練は日本の各地およびハワイで実施され、日米部隊相互間の調整要領などについて訓練がなされた。海上自衛隊の主な訓練演習としては、9月海上自衛隊演習を日本海沿岸と太平洋で実施、海上作戦全般について訓練した。この演習では全期間を通じてアメリカ海軍との共同訓練を行った。2月には瀬戸内海において、また7月には青森県陸奥湾においてアメリカ海軍も参加して総会特別訓練が行われた。海上自衛隊はリムパック86に8艦8機体制の1個護衛隊群および対潜哨戒機 P3C などが参加した。
このリムパックは5月中旬からおよそ6週間にわたり中部太平洋で実施され、アメリカ、オーストラリア、カナダ、イギリスおよび日本の5カ国が参加した。遠洋練習公開部隊は5月、政務次官や海上幕僚長などの見送りを受けて150日間の遠洋航海に出発。北米及び中南米7カ国を歴訪、多大な訓練成果を得るとともに国際親善に大きな役割を果たして7月帰国した。航空自衛隊の主な訓練演習については、航空総隊の総合演習が9月中旬から2週間日本全土と周辺空域で行われた。この演習では防空戦闘を主体に、地上では兵装訓練などを実施した。航空自衛隊では昭和61年も多くの日米共同訓練を実施し、日米間の相互理解を深めた。航空自衛隊第4航空団は松島基地滑走路工事のため3月上旬から他の基地に移り、分散して教育訓練を行った。8月上旬、滑走路の工事終了に伴い、それぞれ松島に帰還した。61年には多くの部隊が新編された。海上自衛隊では3月19日第2護衛隊群に第44護衛隊が新編され、呉に配置された。その他12月16日には第1および第2掃海隊群にそれぞれ新しい掃海隊が新編された。航空自衛隊では沖縄の第207飛行隊を整理し、3月19日新たに第2航空団に F-15 戦闘機部隊の第201飛行隊を千歳に編成した。また4月5日には航空総隊令下に E-2C 早期警戒機を装備する警戒航空隊を三沢基地に新編、対領空侵犯の警戒監視任務に備え訓練を開始した。また10月20日には基地防空体制を整備するため千歳基地などに第1基地防空群を新編し、北部航空方面隊に編入した。陸上自衛隊では3月25日第1対戦車ヘリコプター隊が北部方面航空隊令下の部隊として帯広駐屯地に新編された。また12月19日特別輸送飛行隊が第1ヘリコプター団令下の部隊として木更津駐屯地に新編され、国賓などの輸送任務に当たることになった。新しい装備については61年には海上防衛の担い手として多くの自衛艦が誕生した。1月29日に護衛艦島行きのほか、2月19日潜水艦竹潮、9月19日護衛艦朝霧などである。
11月25日 CH-47J 輸送ヘリコプター1号機の陸上自衛隊及び航空自衛隊への引き渡し式が行われた。3月23日、防衛大学校の卒業式が行われた。晴れの卒業証書を手にしたのは、第30期本科学生415名と、第23期の理工学研究科学生65名。中曽根首相は、時代の変化に対応しうる柔軟な判断力、進歩と改革を心がける創造的な思考力を養い、現状に甘んじてはいけないなどと訓示し、幹部自衛官への門出を激励した。また4月5日、本科34期学生、理工学研究科25期学生の入校式が行われた。3月16日、防衛医科大学校の卒業式が行われ、6年間の学業を収めた第7期学生77名が出席者の祝福を受けて巣立った。また入校式は4月14日行われ、競争率50倍以上の難関を突破した88名の新入生が入校した。自衛隊中央病院高等看護学院では11月7日、防衛医科大学校附属高等看護学院では5月9日、新入生に対する待望式が行われた。待望式に臨んだ学生たちは、看護の道を選んだ決意を新たにした。恒例の防衛大学校の開校記念祭は、11月9日から4日間、横須賀のキャンパスで行われ、大勢の来場者でにぎわった。開校祭のにぎわいは、防大ならではの関越行進で、一段と盛り上がった。昭和61年には大勢の国賓や公賓が来日したが、防衛庁ではこれに際し陸上自衛隊第302保安中隊及び中央音楽隊による特別儀仗を行った。このような特別儀仗や儀式などで演奏する新しい栄誉礼譜祖国が4月8日発表され、東京サミットから使用された。また数多くの外国軍高官が防衛庁を訪れたが、これはその一人、ウィッカム、アメリカ陸軍参謀総長である。外国大使館付き陸軍武官団の中部方面隊視察は5月20日から3日間、中部方面総監部や姫路駐屯地などで実施された。15カ国15名の一行は部隊視察の傍ら、日本の文化などについても見学した。昭和61年も数多くの部外行事に対する協力を行った。1月10日から始まった恒例の札幌雪まつりでは、陸上自衛隊第11師団などを中心に大雪像を作るなどして協力した。第41回国民体育大会が山梨県及び北海道で行われたが、陸上自衛隊はこの実施に協力した。
3月1日から8日間札幌市内で行われた第1回冬季アジア競技大会においても陸上自衛隊が協力した。これらの大会には自衛官も選手として参加した。また韓国において開かれた第10回アジア競技大会においても自衛官の射撃などにおける活躍が目立った。第22回全国身体障害者スポーツ大会が山梨県において行われたが、自衛隊では参加選手たちの介助などに協力した。4月から8月にかけて栃木県小山市の小山遊園地を会場に防衛博覧会が防衛庁公園で開かれた。会場には戦闘機、ヘリコプターをはじめ戦車、装甲車、ロケット弾発射機などが展示され、人々の目を引いた。夏休みには親と子のサバイバルキャンプが開かれた。8月2日から5日間、宮城県白石市でボーイスカウトの国際大会ジャンボリーが開かれ、陸上自衛隊が協力した。また山形県酒田市で開かれた日本海洋少年団全国大会についても陸上自衛隊、海上自衛隊が協力した。第27次南極観測協力の任務についていた海上自衛隊の砕氷艦しらせが4月20日、5ヶ月ぶりに帰国した。しらせはその間、南極の氷海に閉じ込められたオーストラリア船ネラ団号の救出に成功、国際親善に寄与した。そしてしらせは11月14日塩川文部大臣や家族など大勢に見守られながら第28次南極観測協力のため東京晴海を出港した。7月25日から3日間、海上自衛隊自衛艦隊による展示訓練が伊豆大島東方海域で行われ、艦艇、航空機及び潜水艦による現代の海上戦の一端を紹介した。9月7日と8日の2日間、陸上自衛隊恒例の富士総合火力演習が東富士演習場で行われ、一般市民などおよそ1万6000人が見学した。
8月4日から5日にかけて関東東北地方は台風10号による集中豪雨に見舞われ、各地で河川が氾濫した。これに対して陸上自衛隊及び航空自衛隊が災害派遣を実施し、遭難者の救出などを行った。11月21日、伊豆大島の三原山が安永年間以来といわれる大噴火を起こし、全島民が避難するなどの緊急事態となった。要請を受けた陸海空各自衛隊は艦艇航空機などによる災害派遣を実施、島民の避難や物資の輸送などに当たった。11月1日の自衛隊記念日の記念行事として、10月26日、観閲式が浅香訓練場で行われた。観閲官の中曽根首相は、国際国家日本の守りとして団結を強固にし、盤石な防衛体制の確立に最善を尽くしてほしいと訓示した。同じく記念行事の一環として10月19日、航空自衛隊は入間基地で YS-11 輸送機による一般市民の体験飛行を行った。恒例の自衛隊音楽祭りが11月21日と22日の両日、日本武道館で開かれた。出演は隊員およそ1000名、特別ゲストに宝塚男役のトップスター峰沙織さんを迎え、会場いっぱいに音と色彩の華やかなページェントを繰り広げた。栗原長官は61年に相次いだ事故・不祥事件を戒めるため、10月2日慰霊の訓示を行い、事故や不祥事の防止に心を新たにし、真剣に取り組まねばならないと述べるとともに、その後の陸海空各自衛隊の部隊視察における訓示においても、教訓をしっかり踏まえ、国民の一層の信頼を得られるよう努力することが、我々に課せられた使命であり、自ら先頭に立って最善を尽くす覚悟を示した。昭和61年は米ソ両大国による核軍縮交渉への歩み寄りと対立を含むなお厳しい国際情勢の中で、我が国にとっては防衛計画の大綱に定める水準達成を目指す中期防衛力整備計画の実施、自主的な防衛体制づくりのための改革をスタートさせるなど、新しい局面を迎えた1年であった。この中にあって防衛庁自衛隊はより質の高い防衛力の整備に努めた一年であったが、今後も平和の担い手として国民と共に着実な歩みを続けねばならない。